こんばんは、ニュース実験室の長谷川幸宏です。梅宮雅子です。今日は朝鮮問題、はい、朝鮮半島問題に絞って徹底的に議論しようかなと思ってるんですけど、もういつも、もうそうですけど、いつもよりも増して今日はパワフルなゲストに来ていただきました、はい、ちょっと先にご紹介してください、はい、まずは朝鮮問題といえばこの方、西岡勉さんです。よろしくお願いいたします。日本人拉致被害者の救う会の会長をお務めになっていらっしゃるということですね。月曜日国民大集会で返せっていうのをやりました。あ、見ました、ね。はい、そして第5代統合幕僚長の川野克俊さんです。よろしくお願いします。川野さんはもう安倍総理の信任が非常に厚くて、定年を何度3回延長して統合幕僚長を4年半お務めになったということで、あまりあれですよね、マスメディアには登場されない。現役時代ですか。いやいや、現役終わってからも結構いろいろ呼ばれるものが出ております、そうですか、はいはいはい、ぜひここでも汚い意見を聞かせていただきたいと思います。そしてレギュラーコメンテーターの高橋陽一さんです。さて、今日はその韓国、北朝鮮、朝鮮半島問題なんですけども、まずは日本のマスコミ、まあ、今日もそうでしたけど、もうテレビこのところずっとやってますよね。でもなんだかね、私ちょっとね、はっきり言ってピントが外れてんじゃないのかなと思う節が随分あるんですよ。まあ、最初に一つ一つだけ例を挙げれば、いまだにですね、日米韓の結束を取り戻すにはどうしたらいいでしょうかと、まあ、こんな議論が起きてたりするんですね。もっと言えば、韓国は、ね、自由と民主主義の、要するに私たち日本やアメリカと一緒の重要なパートナーだ、だからその韓国を大事にしなきゃいけないと、まあ、こういう議論があるんですけど、まあ、私この辺りからちょっとね、ずれてんじゃないかと思ってるんですが、西岡さんいかがですか。私は韓国は今真っ二つに割れてる、うん、なんか自由民主主義を守る勢力が今弱体化していて、うん、三者朝鮮は釜山ぐらいまで老いてきていると、うん、しかし、まあ、後で話題になると思いますけど、チョグという人の法務大臣の任命強行で、はい、自由民主勢力が少し息を吹き返して、うん、息を吹き返してきた。このままでは韓国が本当に石化して統一されてしまうのではないかと危機感を持って、はい、街頭に出て、はい、もう国会だとか、はい、選挙だとかではダメだと、はい、街頭に出て香港のような、はい、抵抗するしかないという動きが出てきた、はい、というのが今の状況で、はい、ですからおっしゃる通り、はい、韓国がこちら側だということではないんですが、はい、うん、でも韓国の現代史はこちら側だったから発展したんですね。だから韓国にとって今自殺的なことが起きてるわけですけども、うんうん、だから一番の被害者は韓国国民なので、うん、そのことを自覚した保守勢力が今最後の戦いをしていると、うん、というのが現状です、ね。時折日本のマスコミでも、うん、文在寅大統領に反対する人たちのデモとか集会が報じられたりしてますけど、最近はどうなってるんですか。いや、例えばですね、8月15日、はい、日本のマスコミは現地にカメラをたくさん入れてですね、はい、反安倍デモ、はいはいはい、反日デモをたくさん報道しましたね、しかしその日の反安倍デモは5万人ぐらいしか集まらなかったんです、はい。ところが、はい、その日の昼間にあった反文在寅デモは、はい、実は10万人集めて、なるほど。そしてそこで日の丸も振られて、はい、反日は売国だと、はい、新日こそ愛国だという演説がされたんですよ。ああ、そうです。もちろん日の丸だけじゃなくて韓国の旗があって、そうするとアメリカの旗があるんですよ。それを報じたそのテレビカメラがむしろ偏っていると、だから本社から反日取ってこいって言われるから、反日を探してね、反日は日本大使館の前に行けばありますし、マイクを突きつければね、建前として言う人はいますけれども、実は反日をやってたら国が滅びるということがだんだん広がっていて、今までは公然とそういうことを言う人が少なかったんですけど、私はもう親日だと、親日こそが愛国の道だっていう演説が8月15日にされたと、まあ、ここでちょっと見ていただきたいんですけど、ここの部分ですけども、これが、それがその時の8月15日の集会の様子で、はい、なるほど、高官門広場というところから、はい、ソウル市庁前広場、はい、何台もまで人が溢れた、なるほど、
ということがあったのに、うん、もうとにかく8月15日反日だと、うん、だから反日だけを報道するというのが強くて、うん、あのおっしゃる通り、うん、一部でやっと反軍勢力の動きが報道されていますけども、うん、ど今はもうあの両面の火が広がるように反軍が広がっていて、それが報道されてないのが、うん、残念ですね。高橋さんどうですか、そのマスコミの韓国報道。まああれでしょ、その日本のマスコミって、まあ、左だからでしょ。だから、まあ、まあ連帯してるわけだ。そうそうそう、だから非常に同じようなこと言ってるってそれだけでしょ。だから日本のマスコミは右の人がいるからそういうところはちょっと報道するし、あの先ほどの8月云々っていうのも一部は報道してましたよね。あ、なるほどね。だからまあ、 あのマスコミが そっちの反日が好きなマスコミが日本に多いってことだったわけじゃないですか。まあ、それから反安倍というとね、あの昔の長谷川さんがおられた、まあ、新聞社なんかからもう代表されるので東京新聞ね、東京新聞とか朝日毎日はそうなんじゃないですか。川野さんは どういうふうにご覧になってますか。マスコミ報道、マスコミ報道もなんですけどね、あの、はい、要するに日韓関係のなんですけど、はい、今まではですよ、やっぱりあの向こうは必ず歴史問題を持ち出す、はい、それに対して日本はやはりなんか負い目を感じてる動画しちゃいますけど、まあ、それに対してやはり、はい、あの応じてきた歴史だと思うんですよ。したがっていろんな談話が出てですね、したがっていろんな問題が起きてますね、日本はあの大人の対応をするべきだとか、向こうの土俵に乗ってはいけないとか、こういうような態度でずっと来たと思うんですよ、はい、でじゃあこれで日韓関係が良くなってるんであればこのやり方でいいとは思うんですが、はいはい、これはもう今最悪の状態になってるんです、はい、やっぱ今までのやり方間違いないですそこはやっぱもう気づかないかわけですで今やっとですね、はい、日本はもう本当に目線、まあ、我々あの私どもあの韓国軍との間 で、 ですね、去年の10月に自衛関係を下ろすという事件があり、はい、それから、まあ、例の照射事件がありました、はい、私その時東方庁に逮捕されました、はい、で私はやっぱり向こうの目線に合わせてですね、はい、やっぱりあの言うべきことは言うと、で今はやっぱり、ね、日本は言うべきことを言い出しているわけですよね、うん、で今あの日本さんが先生言われたように、うん、このあの反文在寅、それ今の反日は行き過ぎだという動きが出てきてますね、うんうん、それはやっぱり日本がメッセージ出したから、なるほど今まで日本がメッセージを出さないもんだから、はい、もう追い打ちをかけるように反日でやってたと思うんですよ、はい、やっと日本があの言葉を発するようになったので、なるほど、こういう動きが出てきたと、なるほど、いい傾向だと、韓国も良くなっている、そうです、ですからね、あの短期的にはいろいろ摩擦はあると思うんですよ、うん、でも中長期的に日韓関係を良くするためにはこっちも言うべきことを言うと、こういうことだと思う、なるほど、というわけで、マスコミの話から始まりましたけれども、今日はまず韓国の内政、について今現状どうなっているのかっていうところを議論し、その後韓国の外政問題、つまり北朝鮮との関係、アメリカとの関係、もちろん日本との関係などを議論し、まあ、最後に日本のこれからどうやってこの朝鮮半島と付き合っていくべきか、まあ、こういうことで1時間ぐらい議論したいと思います。早速ですけども、まず内政、これは西岡先生にお伺いしたいんですが、もう連日言われているようにチョ・グクが法務大臣に就任されました。で一方検察はこの朝国法相の親戚の方も逮捕したと、こういう状況ですから、まあ一言で言うと検察と朝国ないしムンジェイン政権とのガチンコの大喧嘩が始まっているように見えますけれど、この辺り今どういう段階なんでしょうか。少しあの長めに話させていただかないと、はいはい、あの背景を言えないんですけれども、はい、あの文政権は最初検察を使って、はい、パク・クネ政権、そしてイ・ミョンバク政権の高官たちを次々捕まえていったわけですね、はい、その中心にいたのがソウル地検 で、特捜部にいた、はい、あのユン・ソギョルという人ですね、うん、その人を、この人はだから文政権としては味方だと思って検事総長に7月にしたんです、はい、そしたらそのユンさんが、はい、朝国一家についての捜査を行うというふうに始めた、はい、それに対して朝国さんは法務大臣に任命強行して、はい、法務次官が検察に電話して、はい、ユン・ソギョルを外したらどうだという圧力をかける、うんうん、それに対して検事が反発して激しく、もう法務省対、検察の争いまでなっていると、うん、じゃあその背景は何かと言いますとですね、はい、先ほど言ったように韓国が
自由民主主義国家から変わろうとしているというのが大きな枠組みなんですね、はい、でその中で国情院というスパイを捕まえるアメリカでいうと FBI ですね、はい、FBI と CIA が合体したのが国情院なんですが、はい、国情院はスパイを捕まえる捜査機能を持っているんですが、はい、それが完全に機能麻痺した、はい、左翼が入ってコンピューターまで全部見てということになった、はいはい、それで軍もですね、はい、もうガタガタになっていて、はい、上の言うことを聞く軍人しかいなくなっている、はい、摘発するキム、ね、キムさん、ね、司令官ですかの、うん、パク・クネ時代の司令官が抗議で自殺しましたね、はい、でしかし検察は逆に政権の側についていたので検察はの権力機関として残っていた、はい、しかし検察はいつもですね韓国大統領制は87年の憲法以降5年短期ですから、はい、後半になると今度は政権に対して捜査をする、はい、政権と政権の家族たちにずっとそれをやってきたんですが、はいはい、だから後半になりかね なると検察が敵になるかもしれない。それでは、はい、彼ら左翼政権は20年続けると言ってるんですけども、はい、それはできなくなる。だから検察の上に代理検察を作るという構想だったんですね、はい、高級公職者不正捜査所というものを別途作ると、うん、それは公務員だけの検察で、うん、判事もそれから検事も捜査の対象だと、うん、それを大統領の直属で作るという法案が今国会に上がっているんです。はで韓国の検察は今ものすごい力が強くてですね、はい、日本は警察も捜査権を持っていますが、はい、韓国は警察は捜査権を持ってないんです。検察だけが捜査権を持っている、はい、まあ、それと国情院が国家保安法の捜査権を持っているんですが、はい、それが今ガタガタになっているということで、はい、まあ、法を執行する最後の砦が検察なんですが、はい、その捜査権を取り上げる、はい、一部を公務員に対する捜査権は第二検察にさせる、はい、あそこにそのチョ・グク、うん、法務大臣の権限を、うん、まあ、与えると。ただ彼が青瓦台の秘書官の時にその構想を推進してたんです。なるほど。法案も作ってた。それから彼はもう一つ憲法改正案も作った。韓国の憲法改正案で今は自由民主主義というのが書いてあるんですが、はい、そこから自由と。おお。だから民主主義という憲法。すごいな。だからそうすると朝鮮民主主義人民共和国という民主主義も民主主義だ。民主主義だと。この民主主義だと。つまり人民民主主義ですね。うん、人民民主主義と自由民主主義と民主主義が2つあるわけですよ、うん。でもただの民主主義だったら分からない、うん。その自由を取るという憲法改正案を作ったのもジョグクさんで、うん、それから第二検察の法案を作ったのもジョグクさんで、うん、それを最後に通すために、うん、検察改革だと言って、うん、法務大臣に任命すると、うん。それに対して検察組織が、それは検察の権限を奪うことだと言って今抵抗していると。なるほど。そしてもう一つ抵抗しているのがですね、新聞ですね、はい、パク・クネ段階の時は朝鮮日報、東亜日報までもが誤報をどんどんやってですね、はい、パク・クネが段階されてしまったのですが、はい、しかし今回はですね、朝国の一貫スキャンダルについて毎日のように特ダネを朝鮮日報と東亜日報が言ったんです、はい、東亜日報が一番最初に、朝国さんの娘さんが高校2年生の時に大学の研究所で2年間インターンしただけで英語の病理学の論文の第一筆者になっていると。でその新聞がそういうスクープを書いたということは、うん、政権に距離を置いたということだから、そうです、そうです、もう、うん、もちろん保守ですから保守に戻ってきたということですね、うん、パク・クネ段階の時は保守が分裂して、うん、保守の新聞とパク・クネが対立したんでやられてしまったんですが、うん、これはもう文が おかしいということでもう一度保守の新聞の半分、うん、保守に戻ってきて、ちょっとそこのところに来たんですけど、うん、マスコミはね、うん、特にテレビ局、うん、テレビ局なんか刑事が労働組合に突き上げられて、うん、みんな退陣させられたと。そうです、ね、だからもうマスコミの世界はもう大半がみんなムンジェイン与党になってしまったと言われてたんですけど、どうですか、ね、でもそこでしかし一線の記者たちがやっぱりスクープ合戦が始まるとですね、記者っていうのは頑張るわけですね、はい、だから東亜日報がその第一筆者の問題をやったらですね、高麗大学がいやしかしその論文は入試に参考にしませんでした、たった人、うん、だからそれが嘘だと次の日朝鮮日報が、なるほど、書類があったじゃないかと。じゃあそのスクープ合戦、毎日スクープ合戦という形で政権に結果的に距離を置き始めているっていうのは、まあ、そしたらですね、今大きな現象がハンギョレ新聞という、はい、一番左の新聞なんですね、はい、まあ、もしかしたら東京新聞みたいな新聞かもしれません今で言うと覚えておきます、東京新聞、ハンギョレ新聞でそこのね、若手の
あの記者31人が編集局長の解任を求める声明を出したんです、はい、あの東京市あごめんなさい阪急の新聞阪急新聞は中国のスキャンダルの報道をさせないと、はいはい、なんで特別新聞を作らないんだと、はい、我々恥ずかしいと、はい、他の記者の記者からお前らは御用新聞だと言われて、はい、お前らこそ石兵だと言われて、はい、恥ずかしいと、はい、でコラムを書いたらそれもネットからすぐ下ろしたと、はい、あの阪急新聞は50代の学生運動やった人たちの利権を守る集団に何落ちたのかと、はい、言われてると言って、はい、反乱を起こした。素晴らしいじゃないですか。公共新聞ではありえないですよ。どうしてもただのもう終わりおしまい。でもだから そこまでつまり中間にいた人たちですね、あの保守のガチガチの保守の人は反文在寅やってたわけですが、はい、そうじゃなくて本当にパクネ悪かったなかとか反乱とかパクネ弾劾に先頭に立ったところの中の人たちもさすがに中国のスキャンダルと、日本で先ほどマスクの問題がありましたけど、中国さんの問題について日本でほとんど報道されてない問題は、はい、彼が暴力革命をやる力組織の一員だった、はい、そして転向していないということです、はいはい、彼はなんか逮捕歴ありますよね。1992年に、はい、南韓社会主義労働者同盟、はい、南韓で南韓、という地下組織に入っていたんです。その地下組織は暴力を使って武装蜂起をして社会主義をするという組織だったんですよ。日本のかつての極左組織。そうですね、組織で実際に武器を作っていたり 毒薬を作っていたりしたんですね。で韓国の当時の国情の発表だと韓国の歴史上最大規模の地下組織だったんです。それの彼はイデオロギー担当だったんです。なるほど。韓国はあの87年に民主化してましたから、うん、思想では裁かれないということがあったんで、うん、彼は2年の刑だけで、うん、執行猶予で出てきたんですが、しかしこの、暴力による社会革命をとした組織に入っていたことは事実なんです。なるほど。そうすると問題は転向してたんですね。なるほど。で国会の公聴会で転向してるのかって言われたら、転向という言葉遣い自体私は使いたくありません。私はまだ社会主義でいいと思ってます、ということを言って開き直った人が、あの検察を握り憲法を変えて自由を取る、なるほど、ということをやろうとしている。いやいやいや、かつてのサウグのことは私意外に詳しいんですけども、まるで日本赤軍にいたある、ね、名前言っちゃいけないんだけど、S さんって人がいて、理論的リーダーって言われて、彼が法務大臣になっちゃった、ね、そういうことそういう感じですね。それでそれだけじゃなくて、同じような人たちが今大統領の秘書官の半分ぐらいなんで、1980年代に地下活動をやってて、転向してない人たちが大統領の秘書官の半分ぐらいに入ってくると。なるほど、わかりました。で、大体マスコミのことはわかりました。で次にですね、はい、川野さんに軍のことを聞きたいんですけど、かつては韓国軍と日本の自衛隊というのはとても親密な関係で、政権がいくら左側だって軍は違うぞというふうに言われてきたんですけれども、去年の一連の事態を受けるとなんか様子が変わってるように見えるんですけど、どうなんですか。まだ自衛隊と韓国軍とのいわゆる防衛交流なんですけども、これはやっぱりですね、当初やはり日本 の護衛艦が韓国に行くということについては、まあ、相当な抵抗感があったんです。だからなかなか進まなかったんで、はい、韓国軍との交流というのが、はい、でそれがですね、1980年の大体後半ぐらいに、はい、もともと韓国軍で陸軍が主体だったわけですが、はい、やはり海軍力を増強しようという方向に行ったんですね、はい、でその時に韓国軍は潜水艦であるとか P3C、 次はイージス、はい、等にやっぱ彼らは持ちたいということだったんで、はい、その時にやはり日本が先行してました。手本になった。なのでどちらかというとですね、我々としては韓国と交流はしたかったんですが、向こう側からやっぱアプローチしてきたわけですよ。なるほど。それでそこから、まあ、私の認識としてはそこからこう韓国軍と、はい、ですから海上自衛隊と韓国海軍の交流が先行したような形、はいはい、だったと思います、はい、でまあそこは非常にいい人事交流も進んでですね、はい、この軍同士の関係は非常にいいとこうされました、はい、で事実良かったと思います、はい、でただ私がですね、この一連のこの今の状況の中でまず韓国軍に対して非常に不信を抱いたのは、はい、やっぱり10月に起きた自衛艦機のですね、去年の10月の、はい、自衛艦機を、まあ、実質国際艦艦式を海外やるけども、はい、自衛艦要するにまあ自衛艦機を上げてくるなとこう来たわけです、はい、で、まあ、私としてはですね、自衛艦機というのはいわゆる旭日機ですね、はい、
はまあ、あの海上自衛官にとってはですね、これ誇りの旗であると。でそもそも軍の旗というのはその旗が軍のシンボルですから、はい、そのもとに、軍人たちは団結をし、で、はい、例えば命を差し出すと、はい、こういうだから軍旗ってそうなんです。従って我々も韓国軍の旗は尊重しますし、うん、ロシア軍の旗を尊重します、うん、場合によって北朝鮮の軍旗だって我々は尊重します、うん、そこがやっぱ戦争は喧嘩じゃないです、うん、でそういうなんか軍人としての紳士協定とか常識論、はい、さえ絶対ここは犯してはいけないという線があるわけですよね、はいはい、それを青瓦台から言われたと言ってあの、はい、要求を韓国がすることを韓国が一言も文句も少なく私のとおり聞こえてきませんでしたから、はいはい、これを受け入れた韓国軍というのは私は非常に正直言って、まあ、落胆をいたしました。なるほど。でそれがあって、はい、米大少佐事件がありましたから、はい、まあ、あの時の対応はご承知の通り、はい、もう、上級したような対応をやって、はい、我々としては、再発防止と原因究明だけ求めたわけなんですが、はい、まあ、それに対して、まあ、要するにそれは日本の方が悪いとこういう話になったわけですね、はい、もうここでやはりですねあのおそらくシリアコントロールですかね、今後も、はい、まあ、青瓦台の意向には逆らえないんだろうなとは思いましたが、はい、韓国軍が何しますか、こういう青瓦台の全く理屈になってないことに何の抵抗もなく従っているということであれば、はい、私としては韓国に対する不信をも拭えないです、ね、なるほど。つまりやっぱり青瓦台の圧力で、韓国軍の本来であれば日本とも親密な関係だった人たちも政治的にこう変わってしまった、あ、実際に更迭されたとか粛清されたとか、そういうのは、まあ、そういう話も聞きますのでね、はい、でそれで、まあ、今あの、まあ、あの在郷軍人会で退役の軍人の方々は相当、はい、今の現役の軍人軍に対して相当今きついことを言ってるよ、言ってますね、言ってるよね、だからあの、まあまあ、理解はしますが、青瓦台からの支持率が強いということで理解はしますがですね、はい、少なくともこのレーダー照射もそうですけど、自衛艦機を上げてくるなという要求を唯ダクダクと飲んだ韓国軍については、はい、これは私としてはもう、はい、非常に不信感を持っています。なるほど。それは自衛隊の現場でもそうですか。と思います、と思います。だから今、うん、あの細々と留学生とかの交流は、まあ、進んだは残ってますけども、うん、まあ、あの韓国軍と自衛隊の交流は今実質的な、うん、まあ、韓国軍の現場の人たちもじゃあ内心じくじたる思いっていうのは抱いてるんでしょうかね、うん、だからその辺のところはですね、あのもう率直に腹を割って話してような雰囲気でもまだ今ないんですよね。それが漏れたら、我々は別に軍人もないし、それが向こうあのね、戦後で来られたらもうそれは粛清されるなんでしょうね、おそらく。だから非常に身動きが取れない状況ということは理解をいたしますが、なるほど、あの今ちょっと韓国軍もそれその政治に染まってんじゃないかという、で大体わかりました。去年の、ね、10月にもう一つあったんですよ、はい、南北軍事合意というのをね、文大統領が平壌に行って結んだんですね、はい、それが韓国だけを武装解除する軍事合意で、はい、つまりあの休戦ラインのところで飛行禁止区域を作ったんですね、で北朝鮮はミサイルを持って奇襲攻撃をしようとしているわけです、うん、韓国はキルチェーンといってそれを偵察して発射の前に叩くというのが防御だったのに、自分から飛行機の飛行を禁止するラインを作ってしまって、そして文大統領は朝鮮半島から銃の音、銃声が消えたと言ってるんですけど、銃声の代わりミサイルの音がどんどん出てると。さて、そうするとね、ジーソミアの話、例のあのジーソミアの破棄しますと言ったのは、これは悩んだ末でも何でもなく規定路線だったんでしょうか。あのですね、私これジーソミアがあのどうするかというと、だって1週間ぐらい前の時にもうちょっとマスコミに出て、はいはい、私はジーソミアおそらく継続するだろうと、はい、いうことを思ったで、ただ3つあれがありまして、はい、1つはですね、はい、あのだんだんあの降伏説が近づくに従って、でまあ、今言いましたように反軍事の動きも出てきたんですね、はい、であのそのテレビ局が示したあの世論調査では、はい、あの継続の方がパーセンテージ高くなったんですよ、はい、あの日が経つにつれて、はい、まあ、それが一つあったのと、それが降伏説のですね、文在寅大統領の、はい、まあ、演説ですね、トーンが落ちたという、うん、今報道もされますね、はい、ということはね、やっぱりその対日政策についてこれちょっと考え出したと私が解釈した、はいはいはい、でもう一つはあのやはり日本が今非常に強いメッセージを発して、はい、そしてやっぱりこの反日を行き過ぎだというあのデモも出てきたわけです、はい、ということは今の
対日政策についてはやっぱり少なくとも考え出した、はい、もう反日一辺倒ではなく、はい、理屈もくそもないという世界ではなくて、はい、一応考え出したと私は理解をいたしましたので、はい、でもう合理的に判断をすれば、そういう人今アメリカが、はい、エスパー長官が言ってやっぱり言ってるわけですね、厳しく、はいはい、だからそういうことを考え合わせると当然合理的判断として継続だろうと私は思いました、はい、思いましたが蓋を開けてみたら違ったわけですね。でその一つの理由がこれ分かりますあとで張北さん、はい、娘の不正を隠すためだって言われてますよね。でそれで やったって言ってますけど、まあ、そういう理屈でジーソミアを破棄したんであれば、それは私のもうなんていうか想定外だったんですよね。はい、僕はもうやっぱり、非合理的に判断くださる。西岡先生いかがですか。だからそういう表向きの解説がありますけれども、はい、先ほど言ったように転向していない革命家たちが政権に入っていたとすると、はい、つまり日韓関係を悪くして米韓同盟から抜けようという政治目的を最初から持っていたとする。しかしそれが世論に抵抗があるからなかなかできなかったけど、日本が悪いという雰囲気を利用して規定路線としてやったのではないかというのが韓国の反文在寅派の考えですね。なるほど。だからもう韓国という国、日韓関係の問題じゃなくて韓国という国自体がおかしくなっているんだ、その従属者数が日韓関係だ、韓国の国防部長官というのはチョン・ギョン・ドゥという人なんですけど、はい、で彼はあの国防長官になる前は合同参謀軍のトップだったんです、はい、で私東北省でしたので、まあ、カウンターパートだったんです、はい、で彼は東京にわざわざ立ち寄ってくれて、はい、まあ、一緒に食事もしてお酒も飲みです、いい人、私は意気投合して、はい、まあ、私は今でも彼は信頼してるんですよ、各国防長官チョン・ギョン・ドゥって言った、はい、航空自衛隊の幹部学校に2度留学してるという、はい、まあ、新日と言ったら彼にとってはちょっとまずいので、まあ、一日派であることは間違いない、はいはい、でそのチョン・ギョン、報道によるとですよ、はい、安保安全保障会議でやっぱチョン・ギョン・ドゥはこのジーソミアというのは戦略的な意味があるということは述べたと新聞では出ているので、それが本当だとすれば、やはり国防部それから韓国軍は、はい、まあ、それについては合理的判断考え方を持ってたんだろうと思うんですよね、はいはい、まあ、それが前オーバーライドされたと思いますね、はいはい、そのオーバーライドのところなんですけど、もしもですよ、最初におっしゃられたように、ムン・ジェイン政権が新北で要求、左翼革命を目指しているんだと、この大きな政治路線から見れば、そもそもジーソミアなどという軍事協定は、北朝鮮を敵視してるだろうと、敵視してるような軍事協定はおかしいだろうと、そんなものはそもそもが間違っているんだと。まあ、あちらの側に立てばそういう理屈もあり得るのかなと思えるんですけど、そうそう、で今回はですね、このジーソミアは破棄すべきだと北朝鮮を正式公式にメッセージ出したんですよ、はい、そうですね、はい、でそれに、まあ、結果として韓国は従ったんですよね。そういうことですね。日米の要求を決定、はい、これはですね、はい、非常に大きな話なんですよね、この枠組みから考えると、はい、うん、だからここはもう今西岡先生言われるようにそういう動きがもう言って顕在化していると思います、はいはいはい、高橋さん、どういうふうに言います？まあ、今の文政権というのは日本でいうとね、菅政権の極左の人が菅さんはね、ひよってたから極左ではなかったんだけどね、日本の菅政権ね、まあ、菅さんなんかね、聞いて学生の動きみたいなしてただけだけど、あれが極左だったら本当そうだったでしょ。それで、でも官邸の中にはいろんな、まあ、偉大系の人がたくさん入ってきて、すごいびっくりしたっていうのがあったよね、確かにね。菅さんの周りの人が官邸に入ってきて、で、それはだから、あれを、本当の菅さんがコテコテの人だったら、文さんみたいになってるのかなと思って、そうするとね、本質的には、要するに北に飲み込まれたいと思ってるのは、ジスミアは破棄っていうのが基本なんでしょうね。で、それをだから、どういう形でやるかってだけで、たまたま日本が言ったから、ラッキーと思っちゃったってレベルじゃないかなと思いました。だからそういう意味ではああいうこともあるのかなと思ってて、でも菅さんおっしゃったように合理的だったらやらないだろうと思ってるんだけど、まさしく合理的じゃないからその通り非合意になっちゃったんじゃないのと思ってましたよ。だからそういう意味では結構非合意なことが普通に行われて、非合意って言っても多分左の方の人ってそっちから見たら、まあ、それは普通の普通なんでしょうと、だから自分は仮面をかぶってるんだけど仮面がちょっとずつ剥がれてきたっていうふうに思うと、あれは非合意じゃなくてある意味で確信犯だったということね。ということは11月に最終決断をするわけだけども、アメリカがいくら言ってもこれはやると、やっぱりつまり破棄だ、自分がやってる以上はそうでしょうと、
だから逆に言うとアメリカを怒らしても、あのさっきあのおっしゃったけど、うん、あの要するにアメリカを怒らしてもやった、それで北朝鮮を喜ばしてやったっていう話なんでしょ、うんうんうん、どうですか、11月で、あの、確か、8件の通報が3回の維持なんですよ、ね、で11月23日から、うん、一応形としては残ってますが、おそらく実質的にはもう、あの機能しないと思いますけど、うん、で GSOMIA はもともとですね、あのどの情報を流しなさいということをリストアップしている話ではなくですね、うん、これを渡した情報を第三者とかそういったところに漏らさないようにしてくださいねという約束事項なんですね。だから、うん、あのどういう情報を流すかについてはもうその国の判断次第なわけです、うん、韓国の判断で日本に流し、うん、日本も、うん、で、まあ、あのこの GSOMIA があったことによってですね、まあ、お互いの分析する上においてそれが参考になったということは絶対はあったと思います、うん、ただあのじゃあ GSOMIA がなければ日本が立ち行かないかと、そうそう日韓ですね、うん、それはそれが今までない状態がずっと続いてきてるわけで、2016年までなかったわけです、はい、で、したがってその間は日米で、はい、あの情報をやり取りして、はい、あの北朝鮮のミサイルにも対応してきましたので、はい、これがなくなったからといってですね、はい、日本の安全保障に大きな支障が来たということはありません、はい、ないですね、はいはい、うん、あのむしろ GSOMIA で第三国には渡しちゃいけないよと言いながら渡すと、実はそれがそのまま金正恩のところに流れちゃうっていう、そういう懸念はないですか。いや、だから結んだ当時は韓国はそういうことはないと信頼して結んでるわけですね。ただここに至ってですね、北朝鮮と非常にあの緊密になると、しかもさっき言われたような法務大臣がつくというような事態になるとですね、逆に GSOMIA を結んでた方が危ないって話になりますね。ということですよね。そういうことですね。だから私、あの退役将軍のね、はい、会議なんですね、200人ぐらいの退役将軍たちが、はい、あの軍政権をけしからんと後輩たちに、はい、大統領に従うんじゃなくて憲法に従えと、はい、だから南北軍事合意破棄しないんだったら、はい、大統領の不服従しようという声明を出したりですね、はい、あのジソミアが11月で本当に破棄されたらば、我々退役将軍は、はい、軍人員ゲアの運動をするとかって言ってるんですね、うん、で今年その人たち親しいもんだから、うん、この間8月にって話をしたんですけど、はい、あのクーデターなんか望まないけど、じゃあ現役の軍人がなんで辞表を出さないんですかと、韓国がどんどん武装解除してるじゃないですか、誰が考えてあって飛行停止区域を作ったら、あなたたち韓国を守れないと思ってるでしょうと、うんうん、そしたらクーデターになるという時代ではないというのは分かるが、うん、そしたら責任を持てないんだから、もう50代以上の将軍がね、うん、こうなりておいた人はなぜ辞表を出さないんだと、うんうん、そしたらもういや金英さん時代から全部人事はこうやられててダメなんだとかいう話をするんですけれども、そこがまだ自分の生活、あとの年金とかそういうことと考えていて、あの嵐が去るまで待っていて、あの首を下げていると服従したふりをしている人たちがたくさんいるんですが、そういうことをやってたら本当に韓国がどこまで行ってしまうのか、大変な危機感が今生まれてきていて、あのやっぱり左傾化して、怖いのは軍と、もう一つはキリスト教教会ですね、はい、教会が今立ち上がってますね、うん、もう今ね、イミジグもクーデターとおっしゃったから、うん、もうそこで聞きたいんですけど、ズバリ軍部のクーデターの可能性はないんですか。ないですね。ない、なんで。いや、それはもう辞表出す人もいないんですよ。辞表さえ出せないからクーデターなどありえないということですか。でそれに1人当たり GDP3 万ドルの社会が軍が統治するってことはできないんですよ。なるほど。だからもう韓国先進国になってますから、うん、でもその軍人だけども、あのだから先ほど言ったあのこの、あの人たちはね、10月の3日に大規模なデモをすると言ってるんですけども、はい、で 4.19 方式で軍政権を倒すと言ってますけど、これは何かというと、はい、4.19 の時デモを警察で鎮圧できなくなって、李承晩政権が戒厳令を引いたんです、はい、ところが軍が忠実守った、はい、デモ隊に対して発砲命令が出ても撃たなかったんですよ。なるほど、はい、だからそこはあるかもしれない。なるほど。つまりこう暗黙の抵抗、うん、みたいな、積極的に加担するわけじゃないけれども、ね、ただこ の, あの8月15日もそうですけど、半分のデモに行くとですね、士官学校卒業生一同、陸軍士官学校、海軍士官学校と全部来てますよ。軍服してる人たちいっぱい来てる。だから先輩たち、それから
将軍たちも200人ぐらい集まってデモしてる。そういうのはあるんですか。川野さんいかがですか。もう一遍私の質問で、軍のクーデターはあるんでしょうか。これはね、やっぱりある意味のやっぱ民主化が進んで、やっぱ昔のですね、韓国軍って、まあ、さっき言いましたようにやっぱ陸軍なんですよね、はい、でこれは相当な政治パワーを持ってたんですよ、実際、はい、だからその時代というのはやっぱやろうと思えば遅い、あの前途半時代、はい、あの時代であれば、はい、ただ今はですね、もう陸軍に政治パワーってほとんどないんじゃないですかね。なるほど。だからそこはもう、ある種の民主化が進んで、まあ、もう元々本来軍出たってやっぱダメですよね。そうだからそういうあの考えはもう今、ありえない。ないと思います。まあ、あってもその暗黙の指示とか、まあ、デモで旗を振るとか、まあ、その程度、それもおそらく OB ですね。OB ですね。現役はおそらくそういうことだ。時代が変わっちゃったんですね。あの2007年にね、亡命してきたファンさんという人、ファンザイムさん。はい。彼が亡命する前にですね、韓国の情報機関と付き合うのは最初は嫌がったんですよ、うん、その理由の一つはですね、うん、実は韓国の大統領府で作られた書類が3日経ったら平壌に来てると、うん、だから俺の名前が大統領府の韓国の大統領のところに上がったら俺は亡命しようとしてることがすぐバレちゃうかもしれない、うんうん、それを自分を見たんだと言ってる、うん、それは金英三政権の時の話ですから、うん、その時は多分スパイが何人か入ってたという状態ですけど、うん、もう今は退去して公然と転校してない人たちが入っているのでね、情報については大変、気をつけなくちゃいけない。よく前からあのこの間ね、韓国映画で、あの工作店の、あったでしょ、あのブラックビーナスって、それはあのだから北朝鮮に頼んで大統領選挙に介入してくれっていう、そういう映画なんだけど、まあ、あれ自体ですよね、あれ自体は左翼が作った、そうそうそう、あの星は叩きの映画ですから、ああいう実在の人物がいたことは事実ですけど、うん、あの映画の筋自体は信用できないと思ってます。ちょっと、ね、外交関係に行く前にもうちょっと内政のところで詰めていきたいんですけど、経済の問題、うん、高橋さん、あのどういうふうに韓国は今どういう状況ですか、経済。これはね、中国に偏せしたんでね、うん、それはあの組む相手が間違ってたってレベルですよ。要するに中国経済はアメリカが本気になってやってるわけですからね、うん、だから中国に偏せしてたらヨーロッパと韓国が非常に大変でしょうね、うん、これはあのこの貿易戦争っていうのは要は関税掛け合うんだけど、うん、あのトランプっていうのはすごく賢くて、あの中国から輸入品で価格が上がるやつ、うん、上がらないやつにしか関税かけてないわけ。ということは、それ中国企業が全部持ち出しになるというだけなんです、うん。価格転嫁できればね、これアメリカの国民が不利になるんだけど、うん、それは大統領選挙とかそういうのなくて、よく選んでて、うん、もうあの価格が上がらない、だから汎用性って言ってね、うん、中国でも他の国でも輸入できるのもしかかけてないわけね。そうするとここでやられると中国企業だけアウトになるんですよね、うん。そうすると中国企業アウトになるから、韓国なんか非常に大変でしょうね。大変ね。うん、だからこれはこれで、うん、あの韓国は日本にもうちょっと偏して、言ってれば影響少なかったと思うんだけど、うん、中国の方に行っちゃったもんだから、うん、これは影響が大きく出てますね。なるほど。あのつまりね、ムン・ジェイン政権の今後を占う時に経済の要素って相当大きいと思うんですよ。さっき西岡先生おっしゃってくれたように、マスコミの世界でも、うん、ムン・ジェインに距離を置こうとする動きがある、デモもある、集会もたくさん集まってる。でこれから経済が沈んでくると、とりわけムン・ジェイン政権を支持した青年層たちがやっぱり反対に回っていくんじゃないかと。もう失敗してるでしょ、あの民主党と同じようなことやって、あの最低賃金を3年間で10何%上げるとかね、これ絶対できないですよ。だからそれ、だから失業率上がるって、それだけの話になって、そういうことやってるでしょ、一回あの民主党政権で一番最初やったって全く同じ政策になってる、あのだから雇用でも失敗してますよね。だから若者の失業率は高くなってるし、平均的な失業率も高くなってるっていうのはよく、あのだからよくみんな我慢してるなって思うに、だからこれ逆に言うと日本をあのスケープゴートにしてね、やってるんじゃないかなと私なんか思っちゃったぐらいでしたけどね。あの何で失敗してる、韓国に対する外国からの投資、あるいは逆、もうすでに投資しているホットマネーが韓国から出ている、その辺はどうですか。ホワイト国、日本がホワイト国を取り消しただけで出ていくってレベルですよ、うん、要するにあの韓国経由で行ったらすごく楽だったんだよ。そのために韓国に投資している人って、うん、日本のホワイト国になってるから投資してたんだけど、うん、そういう人ははっきり言うと日本が取り消したらそれは出ていくに決まってますよ、うん、だからそういう意味であの韓国経済って実は外資の導入で結構持ってるところがあって、うん、これが引いていくと結構大変なんですけどね、うん、自分があれで所長横の話にしたって、ある意味で投資してると不利だっていうことを言ってるわけで、日本が投資したやつについて、うん、だからこれ
れはカントリスク高めるやり方なんで、うん、ちょっと投資をしたくなくなるっていうんだけど、うん、だからああいう中国の話もやってるし、あと、まあ、ホワイト国の話で日本がやっちゃったっていうのは、うん、韓国経済にものすごくマイナスですよ、ね。まあ外から見ればね、明らかにジンソミアの萩で、あ、これはもう韓国は俺たちの仲間じゃないんだと、あっち側に行きつつあるんだということになれば、それは当然投資する側から見たら躊躇しますよね。もともとね、あの輸出管理の話って、うん、これ国務規制なんですよね。で昔は国務規制って言って、国務規制って言って、はいはい、あの対共産権のやつがね、うん、あの元々なんでね、はい、それで共産権なくなっちゃったから、はい、スナーアレンジメントって直して、うん、それで今に至ってるんだけど、うん、日本の外資法っていうのは国務規制と全く一緒なんだよね。でそういうので国務規制の話してる時に変な話になっちゃったら、韓国って変な国だというふうに思われるに決まってます。それとあの今金融マーケットではもうみんなすごい気にしてるんだけど、1997年には例の IMF 危機があった、それから2008年にはリーマンショックがあった、で今度いよいよマネーが引いたり外国からの投資が引けば第3の通貨危機、うん、金融危機が起きるんじゃないかっていうのも盛んに今言われてます。ずっと経済がこういうしてたらね、うん、中国悪いでしょ、で日本も悪いでしょ、うん、韓国どこに行ったらいいのって話じゃない、うん、そしたらこれが続いてたら、うん、それは97年みたいになったって不思議じゃないですよ、うんすみませんちょっと質問なんですが、うんはい、あのムンジェインさんのその左翼の方の考えっていうのは、うん、それでもそのアメリカや日本から独立したいってことが優先で、どういうふうなロジックでこの行動をしてるんでしょうかね。なんか私たちはこんなにあの韓国の経済打撃だからバカだなって言ってるんですけど、あの頭がおかしい人じゃなくてちゃんと考えてるんであれば、あのどういう80年代から韓国の地下で広がった歴史観なんですね、うん、反韓歴史観と私は言ってるんですけど、うん、韓国っていう国は生まれた時から汚れてたと。なぜなら親日派を遮断しなかったから。親、はいはい、日派、李承晩は日本と戦ったというけど外交活動しかしなかったと、李承晩の下で作られた軍人も警察も全部親日派だと、うん、だから汚れてるんだと。親、うん、日派が親米派に化けて、うん、開発派に化けて、うん、独裁をしてきたと。パク・チョンヒなんか日本の陸地出身だと、うん、だから65年の協定でも慰安婦のこともきちんとやらなかったんで、うん、それに比べると北朝鮮は銃を取って日本と戦って親、うん、日派を全部財産を没収して処断したと、うん、貧しいけれども、うん、民族的に純粋だという歴史観が80年代わーっと広がって、うん、それは先へ民族主義ですから、うん、あの共産主義が滅びてもね全然びくともしないんですよ、うんうん、それに頭が洗脳された人たちが今は青瓦台に入ってるんですよ、うん、文大統領の選挙の時の公約でも、うん、韓国の主流勢力を取り替えると言ったんです、うん、主流勢力が親日だ、親日だというのは、うん、今の日本とつながってるという意味じゃなくて過去の日本に協力してそのまま主流でいた人たち、うんそれでは独立の政治的なレジティマシーが担保できないだろうっていうことを議論で、だからパックネさんなんか親日派の娘だとずっと攻撃されてたんで、彼女何言ってんだと、どこで学んだってその専門知識を大韓民国のために使ったのは愛国者じゃないかと言い返せばよかったんですけど、李承晩大統領はそういうふうに言い返したんです当時はね。だけどそれをしなかった親日派と言われることを恐れたんで、彼女自身は実は反日じゃなかったんですが、うん、あの反日のふりをして国内の人気を取ろうとした、うん、それで中国にするよって彼女は自滅してしまったわけですけども、うん、今そういう歴史観を持っている人たちが、ねうん、中枢にいるわけです、うん、そして20代の人たちはねもう生活苦しいですから半分ですよね、うん、文を支持しているのは実はインテリ、うんそれから30代、40代、50代、うん、学生運動をやった人たち、うん、そしてホワイトカラー、うん、それから全裸ホワイトカラーの支持率高いんですか。だからホワイトカラーそれは頭で考えて政治的に正当だとでだからまあ反戦だとかそういうもの日本でも、まあ、平和憲法って言ったら戦争がなくなるって思ってる人たち、うん、古い人たちいるからでもつまりホワイトカラーはまだ生活が安定してるわけです。中小企業に勤めてる人や就職できない人はすぐ経済が悪くなると影響を受けますけど、公務員とかあるいは労働組合の幹部とかそういう人たち、その人たちが実は既得権層なんですよ。でもその人たちが今支配をしているということの中でですけど、その人たちの中で一部検察だとまさにそうなんですけど、検察が反乱を起こした。
ハンギョレ新聞が反乱を起こした、うん、少しずつそこが変わってきた。いやいや、あの梅宮さんの聞いた質問は、ね、割と本質的な話で、つまりね、左翼イデオロギーを持ってるから、あ、今こういうことになってんだという説明だけではなんか足りないような気がして、はい、実は私もその実はそういう感じ持ってて、うん、今韓国という国の出生の秘密から解き起こしてくれましたけど、もっとずっと遡ってですよ、韓国朝鮮半島の歴史をずっと見ると、うん、いつもよその国、うん、周辺の大国の力を借りながら、うん、それこそ党白木連合軍対百済大和朝廷軍の戦いもあったように、この時は、ね、白月の絵の戦いで負けちゃったけど、そこまで遡っても常に大国周辺 大国のことを利用したり気にしたり へつらったりしながらやっぱりやってきた、まあ、そういう人たちから見るとやっぱり日本っていうのはとてもなんていうか ある種羨ましい。なぜなら周辺が全部海に囲まれてて、大国に侵されたこともないと、現行でやってみたら見事に失敗しちゃったと、まあ、そういうことでいつもよその国のことが気になって気になって気になってしょうがないっていう、そういうマインドセットあるんじゃないでしょうか。まあ、その時代というんですけどね、うん、でも、まあ、やはり朝鮮の儒教の影響、時代というのはことの、ことに大きい時代主義、ね、時代主義の時代、儒教の影響強いと思うんですけど、しかしその今言った反韓思想に対して全面的に反応している韓国の学者たちがいて、はい、それが反日種族主義という本を今出してる。あ、はい、韓国が反韓思想だから韓国がおかしくなったんだと、反日をやってたら韓国が滅びるという議論があるんですが、うん、その中心にいるイ・ヨンフン先生は、まあ、確かに韓国の伝統的な文化があったと、うん、しかし20世紀の韓国の現代史は、うん、西洋に始まって日本を通じて受け取った近代文明を、儒教の背景がありながらも吸収する過程だったんだと、うんうん、それに成功したから、うん、それはつまり自由民主主義を選んで、うん、市場経済を選んで、うん、アメリカとの同盟を選んだから韓国は一人当たり3万ドルの先進国になれたと、うんはいはい、しかしそれを儒教と共鳴するような民族、うん、左翼民族主義が崩そうとしていると、うん、だから文明対文化の戦いだと、うん、で正しい、近代文明を受け入れて韓国的な近代文明国家を築けることができるかどうか、うん、それは感情的な根拠のない反日を克服できるかにかかっていると、うん、だから今おっしゃったことが半分私は正しいと思いますけど、うん、半分はしかしそうであったら半導体なんか作れないわけですね、うん、3万ドルの、うん、1人当たり GDP で3万ドルまでは来たわけですよ、うん、だけどおかしくなっていることも事実です。だからじゃあ韓国が儒教を背景にするけれども自由民主ができるのか、うん、香港ではイギリスを通じて自由民主を学んだ人たちが共産党に対してデモを起こして自由民主主義を叫んでいるわけですね、うん、台湾では日本統治時代に日本的な文明を学んだ人たちがその後今自分の国を作ろうとしている。韓国も日本時代を経てそして自由民主主義をやった人たちがいると、しかしおかしなこと文化が共鳴しておかしなことも起きている、うん、どちらが勝つのかまだわからないというのは今の現状だというのは私は見ています。どうなんですかね、まあ、冒頭に要するに反政府側の人たちも増えつつあるというけども、今ご説明になったような、まあ、普通のこの近代化された、うん、こう人たちっていうのは大きな勢力になりうるんですか、これこことことにここに至っても。まあ、だから まさにそれがまず当面10月3日を見なくちゃ分からない。10月3日は何でしたっけ、このデモ。だから回転説のデモですけども、うんはい、でつまり、サラリーマンになって国がおかしいと思っても何もしなければそれは自由な市民じゃないと、うん、自由な市民が市民革命を起こさなければ韓国の未来はない、うん、立ち上がれっていうふうに今星は言ってるんですね、うん、それに対して、まあ、軍の OB の人たち、うんまあ、韓国は軍事国家ですから、うん、OB がたくさんいますよね、うん、それからキリスト教の教会がどんどん声明を出してまして、うん、キリスト教の牧師さんたち韓国キリスト教総連盟という団体があるんですけど、それがムン・ジェイン・ゲア1000万署名運動とやってましてね、うん、その人たちが10月3日主催者になってなるほどいるんですけど、そしたら文さんの一番の支持者である全羅道の牧師たちも700人、うん、反文全員に声明を出しましたね、うん、全国の牧師たちが今立ち上げ始めてる、うん、だからまあキリスト教は合理的にものを考えますから、うん、で北朝鮮に飲み込まれたらすぐ殺されるのはキリスト教ですからね、うん、そういう人たちが立ち上げ始めた、うん、まあ香港でも中国共産党の支配下でもああいうことが起きてるわけですから、うん、韓国で
市民革命が起きるのかどうか、うんうん、まだわからないですけど、あの今ある、まあ、現実主義リアリストだとおっしゃったけど、私軍の方なんかは一番リアリストだと思うんですよ、うん、だって生きるか死ぬかの戦いやるわけですからね、はいはい、そういう軍のこう人たちから見たら、うん、今の政権なんて、まあ、とても受け入れられない、さっき辞表出せないって言ってましたけど、うん、そういうのってこう、これから変わっていくパワーになりえないもんですかね。どうなる軍ですか。軍、うん、今現状を見る限り軍にはまだそういう動きは見えませんけど、まあ、先ほど言いましたように、退役軍人は声を上げてるんですね。そうですね。で退役軍人は声を上げ、それこそ今の現役軍人をもう何ていうか、罵っとるわけですね。ああ、そうそう。その軍ね、もう全くね、ムン・ジェインに虐げられてるから何にもやっていないと。うん、で、先輩をないがしろにしてるらしいんですけど、ね、そこはで、おそらくそれに、共鳴している現役軍人も結構いると思うんです。いるでしょうね。いるでしょうね。いるので、それがただやっぱりあの現役軍人はこの政治的行為に声を上げたいということも、うん、これはやっぱりいいことなんですよ。まあ、ある種の絶対声を上げたらおかしいですよね。だやっぱそれはやっぱり軍としては最低限のシビアコントロールは守っているという状況である。ただ心の中ではどうなるかということですね。なるほど。でですね、あとちょっと一つなんですけど、うんね、今ですね、世界で冷戦構造が残っていて、これ朝鮮半島だけですよね、はい、38度戦争で、はいはい、でこれはなぜ38度戦争って言ったら、ソ連が元気な時に、はい、いや北朝鮮は完全にグリップですよね、はい、で韓国はアメリカがグリップする、はい、でここでこう対峙してたと、はい、でだから ある意味不自然な状況でこの南北分断が行われたんですよね、でこれが取れたわけですよ、グリップは、はい、で今アメリカも徐々に、はい、時計を解か引こうとし、訓練もやめようとしてるわけですね、うんうん、そうなるとですね、やっぱ同じ民族ですよね。だからこれイデオロギー抜きにしてですね、うん、同じ民族なので統一の方向に向かうというのはある種自然ですよね、きっと、うん、もうそれは分かります、同じ民族であれば、うん、ただこのでしかもこのムン・ジェインというのは北朝鮮にものすごい最接近した政権ですよね、これ、うん、今までのノムヒョンだって、はい、金大中だってここまで行ってないと思います、はい、で今確かこの流れはですね、おそらく力学はずっとこれから働くんじゃないかと思うんですよね、うん、でその結果が北朝鮮主導なのか韓国主導なのか、あるいは連邦国家なのか分かりませんけども、だから今の非核化の状況みたいに進んでませんよね、だから核を持った統一朝鮮ということをやっぱり近い将来あり得るということも、日本もですね、うん、もうそろそろやっぱり考え始めた方がいいと思うんですよね、うん、戦略としてですね、うん、だからこの力学は私は動き出してるし、そのあれがムン・ジェインのあれじゃないかな、うん、どうですかね、まあ、今核を持った核付き統一、うん、この議論どう思いますか。だからそれは韓米同盟から切れるということですよね。そうですね。だから韓米同盟から切ろうとしてるわけですね、文政権は、はい、明らかにジズミア、はい、でジズミアの問題は日韓問題じゃなくて、はい、米韓問題です、はいはい、アメリカがやめろと言ったのに、はい、アメリカを了解すると嘘をついてまで、はい、破棄したんですから、うん、そういう方向に行こうとしていることに対して、うん、韓米同盟、自由民主主義陣営に残るこそが韓国に生きる道だと言ってる人たちがいるという、うん、今戦いが行われているということですけれども、うん、一方だからそういう人たちが言ってるのは自由統一ですね、うん、北朝鮮の人民を解放しなくちゃいけないと、うん、北朝鮮の人民まで自由民主主義を及ばさなくちゃいけないということですけれども、うん、南の中だけで見てると自由陣営は劣勢ですけども、うん、実は北の中では韓国の情報がたくさんも入っていまして、うん、韓国は豊かなことをみんな知っていて、うん、韓国 の, ドラマみんな見てますし、うん、でだからそこの情報統制もできなくなってるんです、うん、ただ逆らったら殺されるという監視は聞いていますが、うん、それも配給が止まって20年ぐらい経ちますので、末端の治安機関の人間に対して、実際テロをやってるんですね、うん、まあそれは成績じゃないんですけど、うん、市場で物を売ってて警察官が来て没収すると、うん、俺たちがやったね、なんだと吐きもくれないのと言ってですね、うん、暴力団がいるんですね、北にもね、お金渡して、うん、あいつ殴ってくれっていう、うん、殴ってもらうみたいなことが起きていて、それで政治警察と一般警察が怖くて夜歩かないと。ちょっと今もう北朝鮮の話になったんで、この次外政外交問題に入りたいんですけど、
ムン・ジェインはもちろん北に、まあ、憧れてるというか北の正当性を認めているわけですけれども、うん、肝心の北朝鮮のキム・ジョンウンはこのところもう足ざまに罵ってるじゃないですか、うん、あれって一体どういうふうに理解したらいいんですか。だからそれは部下だと思ってるから部下だから自分が悪くんでムン・ジェインがこっちだから、あの約束したことを守るってことなんですね、うん、彼が10月に行った時に大規模な経済支援をすると約束したわけですよ、はいはい、だから文さんはそれをするためにアメリカまで行って、うん、トランプ大統領に結婚交談を再開させてくれ、うんうん、ポンポンさん担当させてくれって言ったら2分しか、うん、話す時間なくて拒否されちゃったわけですけども、それで一応彼はその韓米同盟から抜けると公然とは言えないので、うん、ごめんごめんごまんとって言ってそんなもんやらないと言って拒否されてる、うん、あつまりお前はポンポンさんも言ったじゃないかと、うん、それからゲソンの公共団地再開も、うん、いや俺に言ったじゃないかと、と全然やってないからと、けしからんと言って、親分が子分をこう平手打ちにしているのがミサイルの発射と、まあ、ミサイルの発射もそうですよね。で、ミサイルの発射は本当に韓国をいつでも攻撃できるぞということですからね、うん、本当は南北軍事合意違反だと言い切って、うん、軍人が一番そういうこと知ってるはずなのに、うん、軍も黙ってる、韓国が完全に強制できたと僕は思ってるんだと思うんですよね。でも、問題は北は経済は苦しいのかもしれない、うん、経済制裁が効いてますから、うん、輸出の9割が止まったんです、はい、去年、うん、あの2018年は輸出3億ドルだったんですね、はいはい、2016年は28億ドルだったんですよ、はいはい、だから外貨が本当に苦しくなるというのは間違いない、うん、だからなんとか、うん、あ道を開かなくちゃいけない、しかしそれを、うん、核を使ってアメリカと交渉して経済制裁をやめさせることができるのかどうか、うん、まだそこ分かりませんけど、ちょっとね、さっきの核付きのところ、はい、私も核付きと言うと実はそうだろうなと思ってるんですけども、うん、表向きは非核化って一応言ってるじゃないですか、うん、で非核化をちょっとやってるんだから、うん、経済制裁も解いてやれって、これはロジックですよね、うん、それだけど本音はその核付きだとなると、うん、ここの矛盾がどこかで出てくるんじゃないか、つまりいや俺は実は本当は核付きで統一したかったんだっていうところ、本音をさっきの高橋さんの言葉を借りれば仮面をね剥がさざるを得ない瞬間がどっかで来るんじゃないかと思うんですけど、そこはどうですか。ただね、北朝鮮は天然ウラニウムを持ってるんです、うん、で設計図があるんですよ、うん、だから一回やめたふりはできるんですよ。ああ、はいはい、そしてアメリカはアメリカまで届く核ミサイルをやめさせる交渉をしてるんですよ、はいはい、でそれを捨てるんなら米軍撤退もありだと、うん、そもそも米軍撤退は視野に入ってますから、うん、だからそういうことだとすると米軍撤退を高くトランプ大統領が売ると、うん、北は核をやめたふりを高く売るということになると、うんうん、私はその一旦核抜き、うん、そして横田めぐみさんたちを返して日本から法廷をもらうという核抜き被害者、うん、拉致被害者が帰ってくる、うん、しかし石化統一と、うん、いうシナリオが一番あり得る。しかし でもこっそり隠し持ってるわけね、結局核は、まあ、だから彼らが核武装した理由は南を石化することですから、まず大事、うん、日本と戦争するためじゃないし、はい、アメリカと戦争するためではないので、はい、まず南が取れるんであれば、はい、核はそのために作ったんですからね、うん、アメリカと核のバランスを保てるなんて思ってないですから、うん、なるほど。だからそれは近隣戦の時代から、うん、よく日本の解説者たちはですね、冷戦が終わってから核開発が始まったと、うん、それが自衛のためだというのは嘘ですよ、うん、50年代からやってるんですよ、うん、私にはもう一つ、ね、要素があって、それは実は中国の言いなりにならないため、うんうん、いつまでも親分面してんだと、うん、要するに習近平に対して、うん、これを言いたいがためにやってるんじゃないかと、この辺の菅野さんいかがですか。まあ、今もともとですね、この北朝鮮問題というのは完全かつ不計画的かつ検証可能という、うん、で一時期リビア方式というものが出たんで、でも今やそんなことも言っていない、で短距離ならどこでもやってるんじゃないかと、で我々が最も懸念していた今方向に向かっていたと、それは何かというと、アメリカは自分のところに届かないならいいぞと、こういう方向が一番我々として今懸念したんですけど、どうもですね、見てるとちょっとそういう懸念も今出てきてるんですよね。で交渉によって非核化させるというできるのはやっぱり南アフリカ、これはやっぱり体制がガラッと変わりましたね、アパルトヘイトが変わったということ で、あとリビアですよね、うん、でリビアもこれはやっぱりあれはやっぱりアメリカの軍事プレッシャーですよ、やっぱりあれ大きさというのは、うん、でこの話し合いでですね、非核化っていうのはこれ非常にもう相当なアメリカの意思が固くないとできないとこなんですが、それがちょっと今ちょっと不安な状況になりつつありますので、だから私はちょっとですね、今
北の核放棄というのはですね、少なくとも近い将来はちょっと期待できないと思ってるんですけどね。さっきのその中国ファクターはどうですか。つまり中国だって北朝鮮が核を保有してるっていうのははっきり言って言うこと聞かなくなるって話なんで、これはウェルカムじゃないと思うんですよね。そこのところはどうですか。つまりトランプは一時中国を使って圧力をかけて一角化、このシナリオを考えたわけですよね、このあたりはどういうふうに思いますか。このシナリオってもうなくなりつつあるのか。つまり習近平とキム・ジョンウンというのはやっぱり対アメリカという意味でもう完全に手を握っていて、まあ、将来は北朝鮮の核をやめさせるって話もあるかもしれないけど、とりあえずそこは棚上げ、まずはアメリカに対抗する、こっちを選んでるんでしょうと思います、まずは。だからあの北朝鮮の、まあ、北朝鮮の核がですね、中国の核にも対抗できるという話はないので、だからそこのところはあまり中国は気にしたいと思います、ただできれば、ね、非核化した方がいいと思いますが、そんなにアメリカとのバランス上ですね、もしくは対米交渉において、向こうが核を持ってて、で中国がそれについてなんかコントロールできるぞということを匂わすことによって、アメリカとの関係ができるな、ならば特化か特策かなとは考えます。便利に使えるかも。でも金正恩はやっぱり習近平嫌いですよね。そうですよね。チャンスンテンだってもともと去年3月まではもう完全に冷却化してたわけじゃないですか、まあ、それはチャンスンテクが殺された中国に行って、そしてあれは胡錦涛の時代ですけども、金正恩じゃなくて金正恩で行きたいと、で改革をやりたいという話をしたことは事実ですから、それでチャンスそのことがあってチャン・ソンテクと疑って殺され、それから金正恩が殺されたということも事実なので、中国共産党は一度俺のことを殺しに来たというふうにも思ってるんです。なるほど。しかしアメリカとトランプと、習近平と両方敵に回すわけにいかないと、トランプが命を取りに行きましたから、2016年の11月ですから、現在から B1B が飛んでったりして、本当に怖かったので、そうなったから話し合いに入ったんで、話し合いに入る直前にもう全てを飲んで頭下げに行ったわけですけど、内心はこの野郎と思ってますから、だからそれはそういうことも含めて独自の核は持っておきたいと思うでしょうけれども、一方金正恩にとっては一番金日成時代から核開発をしてアメリカまで届く核を持って、アメリカの介入をやめさせて南を取るというのと、南をの政治を変えて北朝鮮支持を多くすると、政治拘束と、その2つに全力を尽くしていたんですけども、核も完成の直前まで来ている、しかしそれでアメリカが起こった、しかしもう一つのほぼ完成してるわけで、だからそのほぼ完成してるから、対南工作は完成しつつある、だからそちらがうまくいってるとするとね、無理してアメリカと喧嘩して緊張して経済制裁を受けながら核を持ち続けるよりも、南を取った後、南の豊かさも得て国を石化統一した後、じゃあその後の核抑止力をどうするかってことについては、もちろん天然ウラニウムがあって設計図があって、一部隠しておけばいいと考える可能性があるんじゃないかと私は。なるほど。高橋さん、今の話もう一遍元に戻って、核付き南北統一で、親分は金正恩で子分は文在寅と、まあ、こういうざっくりした、シナリオ、これについてはどうですか。それは言うんじゃないの。あり得る。大体同じような見方で、こういうふうな考えてるときに、ちょっと、ですね、冷戦の末期の時の、中共威嚇の合流する時の前のヨーロッパにちょっと似てるようなちょっと気がして、今だからその時にアメリカがなんかいろいろとその核車両を使いながら配置したわけね、そうするとソ連の方もガチンコになって、これで中距離核の話ができたんでね、そういうのがちょっとできるのかなと思ってて、日本だってもしそういうふうに北朝鮮と中国韓国が一緒になって核保有国って、要するにアメリカに届かないやつで、届くのは日本と中国ですよね、そしたら日本も核シェアリングしないとちょっとバランス取れないですよね、そうじゃないと、そういうふうにしておくと、実はひょっとしたら中距離核のところで中国も含めてね、いろんな合意ができるかもしれないなというふうに、それを実は狙うくらいの感じで日本も核シェアリングの話をしていかないと、ちょっとバランスが悪くなっちゃうんじゃないかなという気がしますね。あの時にヨーロッパでうまくできたのは、ヨーロッパの国は核シェアリングみんなできる国だったんですよ、NATO の国はね、だからドイツもそうだし、みんな要するにいつでも
配置できるし、実際ちょっと配置したこともあったので、ね、そういう形になるとソ連もその時必死になってですね、いろんなことやるでしょ、うん、それで最後は経済戦争、経済体制でうまくいかなくなってソ連が潰れちゃうんだけどね、うん、日本とアメリカって要するに中国とかそういうのを接して東アジアで旧古い体制があるんだからね、うん、そういうふうなのは歴史にちょっと学んでもいいかもしれないから、うん、逆に言うと日本がその核シェアリングの話に踏み込まないと、うん、ちょっと日本だけ僕があるからなってちょっと思います、ね、全く今の話でね、ごく最近の、これはアメリカの議会調査局のペーパーだったと思いますけども、もしもアメリカが北朝鮮に非核化させることに失敗したならば、うんうん、したならば韓国と日本が核武装するぞ、うんうん、この話、うん、これずっと前から言われてましたけど、うん、またまたこの議論が今出てますね、まあ、核武装っていうちょっと誤解されちゃいけないんだけど核シェアリングでしょ、核シェアリング要するに日本だけで考えるとさ、非核三原則のうちに1個だけを見直すだけでできるわけ、つまり持ち込みか持ち込みだって、もともとねイントロデュースってあれね英語がちょっと不確かなんだけど、持ち込んでますよねって言います現実としてねちょっと言いにくいでしょうけどね、でも軍事オペレーションとしてね、日本に来るときだけ外すってことはちょっとなかなか常識的じゃないでしょうと思うけど、何を持ち込みかっていう話に行くんだけど、で積んだままそれ来てるでしょうとしか言いようがないですよ。日本の話は今日大テーマじゃないんで、それやったらあと1時間半かかっちゃうけど韓国に戻すと、そのこの間その、大統領の補佐官といわれる安全保障担当の補佐官が文在寅っていう人ね、その方が発言してますけど、アメリカが認めたら俺たちだって、核武装するぞみたいなことをちょっと匂わしてますよね。それって実は韓国自身が自力で核武装しなくたって、核武装しつつある北朝鮮と核付きで一緒になったら同じ話ですよね。やっぱりそこがゴールなのかなっていうふうに、ムン・ジョン・インさん の発言でやっぱり垣間見えたんですけど、そこら辺は川野さんいかがですか。今の韓国 のアプローチスタンスを見ててですね、はい、とても北朝鮮の非核化を要求しているとは思えないそういうメッセージも出てませんよね。そういうことです。だって投資した時にね、比較化しない方が有利に決まってるじゃない、まず、で統一がイメージにあったらね、なんで比較化するの、うん、だって両方中国から言われるかもしれないし、丸腰になるじゃん。つまり統一朝鮮として核付きだったら要するに自分たちの存在感がより高まる、発言力が高まる。少なくとも韓国は北朝鮮の非核化について強い要求はやってませんよね。やってない、やってない、うん、で見えません、はい、見えない。で強く言うその現実は日本なんです、だからそこでも完全に今言われた、はい、その補佐官の言葉もですね、はい、要するに自分というか結果として統一するのが保有国になるということになりますよね。そうですね。それとやっぱもう一つはキム・ジェインがいろいろと言ってるとですね、まあ、足蹴りしてますよね、キム・ジョンウンは、はい、やっぱこれもですね、統一に向けた北が主導権を取ろうとしてる、うん、一貫でそういう素振りを見せてんじゃないかなと、僕がお願いしたらそれに対して頭を出してこの野郎が顔張って電話してこいのようなんで、うんうん、要するに北側主導権を今取ろうという一つの表れじゃないかなと。なるほど、うん、なるほど。ちょっと話戻っていいですか。これあと1時間半必要だからなんですけど、うん、日本のその核のところは、うん、私みたいに分かってない人はいると思う、いっぱいいると思うんですけど、どうなってるんですか。持ち込みはいいよねって、非核三原則って言って、はい、持たず持ち込まず、はい、持ち込ませるって言って、作らず持たず持ち込ませず、でそれ持ち込ませるっていうのはイントロダクションって言った英語なんですけどでこれはだからアメリカ海軍がもしか核を持って、うん、横須賀に対して入港する場合は、うん、当然事前協議で日本側にも相談があるはずであると、うんうん、しかしそれがない以上持ってないという解釈を日本はしてる、そういう。ただしアメリカは持ってる持ってないということは言いません、はい、じゃあこっちも聞かないで持って入ってもらったりすれば守ってもらうとか、その安全という、なんて言うんですか、ですからね、もしくは田谷さん先生言われるように核シェアリングを日本がやるということを明示的に示すためには、はい、もう核をどう持ち込ませているということを明示させるという感じですよね、うん、そうしないと世界に対して朝鮮半島に対する抑止力になりませんから、うん、それはその陸に置かないんですよ、陸に
短距離ミサイル積んだ核を置いて、はい、私はそしたらその近くに住みたいですよね、うん、そこを撃ってきたらアメリカは絶対報復してくれるわけですから安全ですよね。そあの危険じゃなくて逆に安全ですか。それはそうですよね。あの人類の歴史で残念ながら核に対しては核でしか抑止できてないんですよね、うん、話し合いで抑止したことはないから、日本もアメリカが撃ってくれるということを信じて核の傘に入ってるということになりますけれども、うん、だから金日成はアメリカまで届く核を持つと、うん、そして奇襲戦争をすると、うん、そして在韓米軍は奇襲で倒すことができる、うん、在日米軍の問題で日本から来ると言ったら東京とニューヨークを撃つぞと言うと、うん、そしたら東京とニューヨークを犠牲にするためにアメリカが入るだろうか、日本が協力するだろうかということになれば勝てる。ちょっとアメリカの話聞いておきたいんですけど、アメリカはどうしたい、こういう状況の下で、まあ一部にはですよ、やっぱり韓国っていうのは歴史的に見てもあれは中国の属国なんだよと、もともと俺たちの仲間っていうふうにすること自体が難しかったんだと、金もかかると、だったら在韓米軍は引くか、それはすなわち韓米同盟はやめるかと、ムンジェインは明らかにそうだと思うけど、今こういう局面でアメリカはそこまで考えるだろうか、どうです。私は実は否定的で、アメリカこんな時に引いたらそれは中国とロシアの思うつぼなんで、それはやらないと思うんですけど、河野さんいかがですか。まあ、そうだと思います、うん、なかなか在韓米軍撤退というのは、カーター政権の時も出ましたけど、でもやっぱ引っ張ってただですね、在韓米軍と在日米軍ってこれ全然性格が違うんです。で向こうは在韓米軍、それで米韓連合軍と使ってるんです、はい、でこれは朝鮮戦争の休戦状態なので、はい、それで いるんですね、はい、だこの在韓米軍というその朝鮮戦争が終結していないということの延長線上に在韓米軍はある、うん、でここが終戦休戦ではなくてもう終わったと、うん、終戦ということになればですね、うん、少なくとも在韓米軍の位置づけをもう一回定義し直す必要があるんですよ ね、うん、でその時にいやもう韓国にいる人はないんじゃないかという議論は、うん、アメリカではそれは出てくる可能性ありますよ ね、 そうですね、特にトランプ大統領であればですよ、うん、当然なんでいるんだっていう金の問題、うん、もうありますからね、うん、だからそこは出る可能性もあります、うん、で今現実に米韓 連合軍がほとんど大規模な訓練も今やっていない状況なんですよね、うん、だからこう本当に形骸化しつつこのままいけば、うん、でおそらく軍の中にも、うん、もうそういう訓練をやらないんであれば何なんだという話で、在日米軍がしっかりいればいいじゃないかという話にはなる可能性あります、うんうん、軍事技術的にはどうなんですか。つまりあんな朝鮮半島の中にですね、そんな要するに米軍基地を持っている理由があるのか、例えばオーストラリアのダーウィンまで引っ込んだっていざとなったらそこからミサイルも出るし、飛行機も飛んでいけるんだから、そんなところ危ないところにずっと米軍残しておく必要はない、そこの判断はどうか、だからそれはやっぱ北朝鮮の歴史で北朝鮮が南進したということは、そうないなんです。ただやっぱ在韓米軍基地もだんだん南下げてきてるんですよね、そうですね、38朝鮮からね、まあ、そこはそういう動きもあるんですよね、こうやってずっと、なのでそういう何て言うんですかね、在韓米軍の、うん、今後撤退に向けての動きは、うん、議論は出てくると思います、議論ね、だから陸なんですよね、在韓米軍は、はい、それは朝鮮戦争が休戦だってことですけれども、アメリカの保守派たちずっと言ってるのはもう韓国が先進国になって、うん、先にアメリカの若者が死ぬってのはおかしいと、うん、トリックワイヤーにアメリカの若者が使われていること自体おかしいと言ってまして、うん、それだから陸は韓国軍が戦うべきだと、うん、空と海と情報と核、うん、抑止力は出すと、うん、だから、まあ、ボルトン氏なんかもまた今解任されましたけど、うん、入る前はそう言ってましたよね、うん、陸は引くべきだと、うん、だからそれはトランプ大統領の考えでもありますし、ただし一方的にアメリカが引くということになると他の同盟国との関係もありますから、でも韓国側がそういうことを言うんであれば、飛行機の飛行場を残しておく、それから船の港を残しておく、資材を置いておく、しかし陸は引きたいと思うというのは間違いないです。つまりじゃあ、まあ、陸の基地は引くけれども、うん、肝心要の米韓同盟の破棄っていう話にはならない、うん、ええ、まあそこまでは本当に韓国が石化してしまったら別ですけども、うん、米韓同盟はアメリカにとって国益にかなってると思っていますから、うん、維持
しようと思ってるんでしょうが、むしろですよ、ムンジェインの側から言ったらですね、とっとと出てってくれよと、うん、同盟だと破棄したいんだよと、うん、でもそんなことを言うにはドラスティックすぎるから、うん、アメリカの側から言い出してくれたらいいなと、うん、実は思ってるかもしれないけども、アメリカ側から見たら今こういうタイミングでですよ、米韓同盟破棄なんて言ったらこれもうキム・ジョンの大勝利じゃないかと、うん、それから習近平の大勝利じゃないかと、戦略的に言ったらそうですよ、まあ、そうですね、そうですよね、はいはい、ただこれは韓国側から吐き出すという話になると、ええ、今でもその動きになりつつあるということですよね、うん、だから平和条約におっしゃった先ほどね、うん、平和条約結ばれれば、うん、韓国民が吐きしようという、うん、という今政治情勢になってます、うん、まあ例の補佐官なんかもそれ言ってますね、うん、そうそう、であともう一つは、ね、あの戦時統制権問題がありまして、はいはい、で今米韓連合軍のヘッドは米軍が揃えてるんですね、うん、でこれをやっぱり農民本政権の頃からとにかく韓国に返してくれとこういう動きがあって、うん、でこれをだから韓国軍ができるかどうかを検証するための米韓演習って必要だったんですが、今それがなくなってきてますね、うん、でそれでじゃあ本当に戦時統制権をアメリカが韓国側に渡すと、うん、となるとあの韓国の司令官のもとに米軍も入るということなんですね、うん、私これちょっと考えにくいですよ、考えられない、どうですかね、米軍はね、おそらくそうなったらね、うん、あの陸は引きますよ、はい、だって国連に指揮権を与えることは絶対認めないわけですから、米軍は、うん、あの米軍軍人以外の指揮権を絶対認めないと私は思うんですよね、うん、ですよね、で逆にアメリカの保守派はね、引いた方が攻撃しやすいと、うん、米軍がいるから報復されると、うん、だからグアムから飛んできて爆撃すればいいんだと、うん、だからあの今あの米韓軍事演習はほとんどやり始めましたけど、日米は盛んにやってますよね、うん、でだから空母が来たり潜水艦が来たり B1B が飛んできたりしてたわけですね、あの北朝鮮が核を実験してる時はそれはグアムから来てるわけです、うん、ムン・ジェインはあの時戦争になってアメリカが攻撃すると言ったらどうしますか、北に教えると言ったんですよ、公然と、うん、だそんな人と一緒に攻撃できないから、うん、だから日本の基地とガムで、うん、あのサージカルストライクやるならやるということですから、うん、そういう点でも戦略的に陸があそこにいることがね、うん、あの今意味を持たないと思うんですよね、高橋さんどう思います、在韓米軍撤退、在韓米軍の撤退と米韓同盟、ああ米韓同盟って多分ちょっと違うんでしょうけど、あのトランプって意外に公約守ってるんですよね、うん、で在韓米軍の撤退って言ってたからずっと言ってる、これはだから結構あり得ると、うんうん、それであのソウルだって真ん中の市街地のところはもうちょっと違ってちょっと南になってるんでしょう、うんうん、だからあの市街地のところはほとんど、うん、まあ、あのいないしちゃいけないけど、うん、まあ、だん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 になってるでしょ、うん、だからそれはそれで5万人ぐらい人がいた時にあのいざという時に非常にアメリカも困っちゃうっていうのもあるでしょう、だからトランプは意外にやるんじゃないかな、うん、だから在韓米軍は任期中再選した後にやる可能性は結構高いと思う、なるほど、うん、だからし米韓同盟っていうのは全部の話でしょうからね、それは超そう簡単じゃなくて、うん、まあ、北朝鮮とどんだけね、いろいろ握ったりしてね、うん、逆に言うとトランプはひょっとしたら北朝鮮引き抜く感じでやってくるかなとも思います、うん、引き抜くって、だからとことんね、うん、あの中国の方じゃなくてね、こっちの声、西側に声声って言うんじゃないかなと、うん、そうするとそういうようなことしない限りひょっとしたら一緒になっちゃうかもしれないって思うでしょ、うん、それだからあのアメリカどちらかというと北朝鮮と南をちょっと分けて、うん、まあ、ちょっと分断を狙うんじゃないかなって気がするけど、うん、ムン・ジェイン政権が石化していること自体は、うん、そのアメリカにとっても都合が悪いわけでしょ、うん、そうすると、まあ、これは60年代の話じゃないけども、アメリカの CIA かなんか動いてですね、うん、ムン・ジェイン政権打倒の秘密作戦みたいなことはない、だから今回のなんかあの玉ねぎ方針の話とかね、よくたくさん出るんだけど、どっかにこうやってあの軍資金撒いてるかもしれないなっていうのは、そういう感じもするけどね、要するにアメリカって直接やらないでお金まけばいいんだよでしょとか、なんかそそのかせばいいんでしょ、それはちょっと映画の見過ぎかもしれないそこまでやるかどうかってあれだけどね、でもその程度のことはやるんじゃないですかそれだけまあね、金出すぐらいのことは、だって日本でもやってたんだから、そう日本でもやってたんだからやってたんだから、あのだってあれある意味であのアメリカの CIA のお仕事とどうも言えるんだから、普通の通常業務として通常業務、うん、ある、でもそれはね、さっき言われちゃったね、あのね、工作はね、あれ左の方の映画、あの韓国の映画ね、あんまりその信じない方がいいですよって言われちゃったから、あんまり言うとね、私もそんな映画に騙されてとか思われちゃうかもしれないけどあの映画面白いって面白いんですよ、日本と映画と黒金星、黒金星、うん、ブラックビーナスってんじゃない
さて、いろいろ議論してきましたけど、今日はとことんやって、やっぱりよかったね。こんな話聞けるときないですね。ありがとうございました。また、1月後ぐらいにお会いできるかもしれません。